今回のニューヨークサンドの曲はコーヒータイムという曲で、僕がベスト3の曲だな、自分の中のね、ニューヨークサンドの中で思っていて、で、それに対して BDG さんコメントはね、クワチョフ2人のカフェ、女子がいいですね。函館元町にあるカフェはツツというのがあって、悪友がやってる有名な喫茶があるから、ホロバさん行ってやりでね、そんでカフェなもんでね、スタカンっていうのはね、スタイルカウンシルっていうね、1982年から90年まで活躍した、パンクバンドかな、これはモッツパンクパンドっていうね感じでね、でその中のブルーカフェっていうアルバムがあって、その中の曲のサイド1の中にブルーカフェって曲があって、それをパンと貼っていただきましたね。コーヒータイムという曲とそのブルーカフェ、まあまあ、うん、遠からず近からず、まあ若干近いかな、まあこうまあね、そのまあまあかなという感じでしかね、うん。それに対して一番センター、アキミンさんがね、ブルーカフェ、それは悲しい色やね。大阪ベイブルース。ブルーンジなんで昭和の名曲、悲しい色やね。大阪ベイブルースはドジャレにしてみました。どうだ、ちょうど歌詞にもね、二人って出てくるのでね、ヒットかな、岡山ベイスターズのね、色、ブルーだよね、みたいな感じで。でね、曲をね、悲しい色やね、聞いてみました。そしたらね、このブルーカフェと、ベディーさんの貼ったブルーカフェと、悲しい色やねがそっくりでしたね。これはすごいことになってきましたよ。アケミン打ったー、セカンドの頭上を越えてライトまでにボール行って、ライト取った、ライト送球、キャッチャー速、ホームホーム、センシティブはホームに帰れず、三塁にまた帰りましたね。ちょっとスタートが選手遅かったですかね。ちょっとね、ちょっと、うん、もしかしたらね、ライトフライな、ライナーかもしれないということでね、ちょっと躊躇しましたね、一回。ワンアウト一塁三塁です。アキビン、ナイスバッティングですね。そうですね。やっぱりね、曲調が似てたっていうことはね、ベディさんの貼った曲にアキビンが、ね、ちゃんといい曲を選曲したっていうのがね、ダジャレはね、まあちょっと、まあちょっとね、連想が入ってたから、ちょっとね、まあ、あれですけど、曲がまあ良かったんでね、今回こういう結果になりましたかね。うん。良かったんじゃないですかね。初ヒット生まれました、アキビンに。初ヒットということで、通算打率が4打数1安打2割5分まで上げましたね、急にね。ということですね。まあ明日ですね。じゃあ次回は2番ライトノエルさんからですね。このチャンス、ワンアウト3塁1塁でどうなるでしょうか。ではまた NEXT X3!